ちは、千日後に脱サラする社畜と申します。本日は中国の不動産会社で新しくデフォルトする会社がありましたので、中国不動産のバブル崩壊について今回見ていこうと思います。まずこの動画の結論です。中国恒大集団、ササックチャイナ、チャイナプロパティーズグループ、この3社が現状デフォルトに陥っています。日本にニュースが流れてきていないだけで、中国の不動産会社は軒並みデフォルト状態になっていると推測します。そのため年内にデフォルトになる可能性のある会社は多数あるため、中国株は暗黒の時代に突入すると予想します。そのため中国株に投資するのは危険であるというふうに思っております。以上、これが私のプロフィールになります。ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。まず新たなリスクについて見ていこうと思います。中国の不動産会社のチャイナプロパティーズグループは15日に返済期限を迎えた2億2600万ドルの社債を償還できず、債務不能に陥ったことを明らかにしました。期限を迎えた社債は2億2600万ドル、日本円で260億円、金利は年 15% となっています。この会社の説明によると、今回のデフォルトはタイミングのミスマッチが要因であり、一部資産の売却や借り換えを行うまでは、償還ができないというふうに発表しています。正直、資産の売却、まして債務の借り換えなどは非常に難しく、多分デフォルトすると予想します。続いて恒大集団の年内の利払いの状況について見ていこうと思います。現状9月23日に2億3200万元の利払いを実施しましたが、ドル建ての8353万ドルの利払いを実施しておらず、1ヶ月の猶予のある間に支払うことができなければデフォルトとなります。その対策として恒大集団が今行っていることは、生命保険事業を売却し6億ドルを調達、保有の銀行株を1725億円で売却、ただこの売却資金はその銀行の返済資金となっております。続いて恒大物業の株式を 51% 売却し、約5700億円を調達しています。そのため年内にデフォルトする可能性は非常に低いというふうに思っています。ただ年内の利払いの額は約700億円、3億5380万元ドル建てで6億3110万ドルとなっております。これだけの利払いがありますが、先ほど述べました通り、恒大物業の株式を売却し5700億円調達しているため、恒大物業の年内のデフォルトは非常に低いため、その懸念は低いので、中国株全体に買いが広がっていると思います。冒頭で述べた通り、中国の不動産会社は今危機的な状況に陥っています。中国恒大集団をはじめとした多くの不動産会社が利払いや社債の償還不能に陥っており、いつデフォルトに陥ってもおかしくないというふうに思っています。ただ中国恒大集団が中国物業を MA したことにより資金調達をしたと市場は判断し、デフォルトのリスクが後退したというふうに市場は見ていると思います。ただいつどの会社がデフォルトしてもおかしくない状況にあるため、中国株は非常に危険だというふうに個人的に思っています。今回はこのことを伝えるために動画にさせていただきました。こういう動画を今後も上げていく予定ですので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。